今週のウィンファイブはですね、このようにね、4×2×1×3×2と、でいきたいなと考えてるんですけど、まず一発目にね、バカラクイーンっていうね、アイビスサマーダッシュで人気薄でしたけど、1番枠で、そのまままっすぐ走って3着になった馬が自己条件使ってきてるっていうところ、そこ注目かなと思うんですけど、まずね、この件をちょっと言いたいなと思ってます。調教師、木村哲也、暴行事案に関しての、ことですね。どういうことあったかっていうと、2019年にね、12月に、大塚騎手、当時所属してたんですけど、暴言を吐いてですね、頭を叩いたっていうのが裁判沙汰になってました。で、7月30日に暴行罪で略式起訴になったようで、で、罰金10万円っていうのが7月12日に言い渡されてるようで、払ったみたいですけどね。で、JRA の調教停止処分っていうのが7月27日に、下されたんですかね。はい。ということでね、この事件も、今後どうなっていくのかね、見守っていきたいなと思っております。私もね、木村厩舎に一口馬主だった時、の馬はちょっと、出資はしてなかったんですけど、考えてた時期もあったんだね。はい。まずね、このレース。はい。まず1頭目ね、スイーツマジック。これ、ここ4頭ですけど、前走のタイムがですね、走破時計が54秒6なんですよ。で、アイビスサマーダッシュと遜色ないなと。アイビスサマーダッシュの1着が54秒2、2着が54秒3。で、3着がね、今回出走してる、バカラクイーンが54秒5なんだけど、これはまっすぐ走ってのもの。で、三浦騎手が今回乗り換わる。多分、そのような同じ競馬しないと思うんですよ。外に行くだろうから、このタイムを出せるかってなると、厳しいと思ってます。飛ぶ可能性あるんじゃないかなと思ってます。そうするとね、あとね、キモンブラウン。はい。これは前走タイム遅いですよね。55秒8。時計かからないと厳しいんじゃないかと。ただ、前回より、2キロ減なんでね。それでどんだけ前進できるかっていうことで、ちょっと加えたいなと。はい。9番の、はい。タピオカ。これはもう先着実績あります。1勝2着1回。で、この着が前走だったんですけど、前走はアイビスかな。イダテンですね。イダテンか。2、4、6や。そうですね。イダテンですね。オープンで、スピード負けだったと。で、今回自己条件に戻るんで、先着は得意としてるんでっていうことですね。で、あともう一頭ね。今回、先着初なんですけど、ジャスパージャック。はい。これ2走前からね、2走前に1000人にシフトしたんですよ。短距離に。で、ブリンカーつけた効果もあってね、構想してます。はい。で、前走ね、前半33秒2で、もう出してるんで、この対応できるんじゃないかな。初めての先着でも対応できるんじゃないかなということで、ここ4頭で行きたいと思います。数はですね、潮騒、特別。はい。まずね、ここ2頭で、2番のクープドクール。これはね、前走3着も、今回連投策で来てます。はい。そこにまず勝負がかり。で、好スタートも前走下げすぎたということで、今回先行の指示が出てるそうです。はい。で、ジョッキーをですね、酒井騎手から戸崎騎手に乗り換えてきてます。先行の指示で、多分おそらくね、この下げすぎたっていうのは陣営がちょっと頭に来てるっぽいんで、これ多分酒井騎手首でじゃないですかね。はい、首だと思います。で、まあ、久々にね、これ、唯一不安はね、日高の馬ということ。はい。日高ブリーダーズユニオンの馬。まあ、これ、戸崎騎手がたまたま空いてたんだと思います。それで、こうした経緯でね、挑んでくるんじゃないかなということですね。はい。果たしてどうなるか、このね、注目したいんですけど、固定したいところですけど、気になるのは、サトノジベルニ、11番。2走前ね、金量差の3着だったんですよ。勝ち馬が50キロだった。
で、2、3着、この馬もそうですけど、2着の馬も57キロ、2、3着が57キロだったっていうことですね。で、前走ね、前走も3着なんだけど、ゲート内でキョロキョロしてですね、立ち遅れての3着。これね、まともに走れば、いつ勝ってもおかしくないんじゃないかな。あ、って言ってる時に、この坂井騎手ですね。だから、この乗り換わり同士で、ちょっとここ面白いんじゃないかなと思ってます。ウィン3は信濃川特別になります。ここね、ジュンブルースカイとか、グレアリングアイとか考えてたんですけど、私1頭固定、ここトゥルービルにしたいと思います。ちょっとね、13番トゥルービル。これはね、新潟の芝2000メートル1勝2着1回。春にね、連戦、2戦使ってます。で、リフレッシュ放牧明けで7月15日に帰厩したのかな。で、週2本追いやって、今週目いっぱいやった。追い切った。リフレッシュ放牧明けっていうことなんですけど、不安はね、春と違い時計早いんですよね、新潟って。やっぱ春よりも夏の方が多分芝生えると思うんで、多分芝刈ってるのかわからないですけど、時計早いんですよね。そこの点がどうか、まあディープサンクなんだけど、母系が欧州血統でもあるんで、そういった面で対応できるか。だから、普通のディープサンクと違うのは、やっぱ欧州の方も入ってるんでね。まあ、ここはね、リフレッシュ放牧明けと、あと、そうですね、後ろからの、競馬板についてきてるんで、はまれば、っていうことで、トゥルビルでいきたいと思います。ウィン4はですね、エルムステークス。ここ3頭で、まずね、スワーブアラミス。4番のスワーブアラミスは3走前から4コーナーで3番手の競馬やってるんですよ。3番手に変えてきたんですね、マツダジョッキーが。マツダジョッキーが絶妙ってことですね。気を抜く、馬でもあるんですけど、そこをうまく乗ってる。だから、勝ってもね、タイム差なしとかが多いですよね。負けても、そんなタイム差がない。なので、これは勝つか負ける、まあ勝ち負けまでは持ち込めるんかな。3番、アメリカンシード、マーチステークスに大敗してますけど、その理由はね、落鉄であったっていうこと。で、やっぱりね、直線短い小回り合うんでね。ということで、ルメールで怖いと思います。で、あともう1頭、ここ3頭で、ソリストサンダー、まともならこれかなと思ってます。一番勝つ可能性あるのが、3走前のね、小倉で、58キロで勝ってますし、小回り合うってことですね。で、柏記念で、前走柏記念は57キロだったんですけど、今回56キロですかね、今回は。今回は56キロ。57キロで、で、不利があったんで、不利なければ勝ってたんじゃないかっていうふうにね、陣営も見てます。ここがね、この3頭で。ウィン5のラストはレバードステークスになりますが、ここね、本当は1頭固定にしたいです。本当は。もう名将村雲、これ柴田義臣騎手がですね、チャンスだと、いけますと言ってたそうですね。自信ありげに。まあ前走強かったですから。で、もしね、任す馬がいるとするなら、ちょっとこの馬、もしかしたら面白いかなと思ったんです。北港花道、前走2着で、今回も出走するレプンカムイが上がり36秒1に対し、まあハイペースだったっていうことはあるんですけど、ハイペースだったっていうこともあるんですけど、35秒4。で、だから前走の小倉のレベル高いのかなっていう気もしないでもないです。で、浜中騎手がね、ずっと継続して乗ってるんだけど、ようやくこの、足の引き出し方分かってきたのかなっていうのが前走のような気もするんでね。ちょっとこの馬も、勝つ可能性あるんではないかなと。まあ、一番強いなと思えるんですけど、この名将村雲。まあ、注目したいレースですね。